はい、モデビュー2回目ですね。やっていきたいと思います。どんどん仕事していきますよ、私は。はい、トップスの T シャツを使ったシンプルな、あ、なるほどね、シンプルね。シンプルってさ、でもちょっと難しくない？シンプル、でもこれがあるのがありがたい。もうこの検索機能があるおかげで、間違えた。これ、この間違い多分ね、私の予想ではこの動画をやっていく上で永遠にするんだろうなと思う。私このザ T シャツ使いたい。せっかくならザ T シャツを使うならパンツありだよね。うわ、ダメでしょこれは。なんかちょっと暑苦しいかな。短すぎるなパンツむず。私スカート派だわ。こうなってくるとやっぱ見て、スカートほぼ履けない。スカート履けないんだけど、マジ？え、嘘、そんなことある？まあ、じゃあこの色がいい。そうね、なんかちょっとボーイッシュだよね。え、待って、可愛くない？これ欲しいんだけど、私が個人的に。めっちゃ可愛い。これにしなよ。あー、なんかでも違うね。なんか足元だけごつくて、なんか可愛くないわ。スニーカーにしな。靴下いるかな？あってもなくてもって感じ。ザ・シロが欲しいんだけど、ないわね。なんかその青とあれが見えてんのがダサいな。じゃこれでいいや。この格好だったらさ、おお、紐って言い方よくないよね。あ、待って、このイヤリングめっちゃ可愛い。見えないけど可愛い。それ結構あるよ。あ、いいじゃんいいじゃん。これつけて。そうだよね、シンプルだから。え、バッグいっそなくてよくない？バッグはいらないわ。本当に大丈夫？前と私はボーイッシュでいいと思うんだけど、ま、首の紐いらなかったかなと思うね。これかな。表情だけ変え、いやでもいっか、これでいくわ。あ、待って、あ、ミスった。その写真のところであれ押しちゃったから、表情だけ変えるわ。あ、これがいい。え、待って、こっちの方が良くない？これにしよう。はい、てかさ、出版社って何してんだろうと思わない？なんか言ってしまえばよ、このさ、編集までこっちにやらせてるわけじゃん。あんたたちは何をしてんのっていう。本当に分かんないよね。ちょっとこっち向くのありかも。で、これにはオーラいらないと思う。デコフレームは、つけるんだったら、シーズンで、いや、いらんな。せっかくの自転車がわかんなくなっちゃうもんね。え、これかわいい。今後使いたい。
ー、かわいいな。これかわいくない？白に白の線入れちゃう。かわいい。デコパーツわかんない。これには何をしたらかわいいんだろう。これじゃない？ガチガチがいらないいらないいらない。これを回転回転回転これでどう？いやちょっと文字いらなかったかもな。でもかわいいな。どんどん良くなるね。これからもガンダ。なんかプリンに言われたプリンに。タピタピ。あざとかわい。待って待って。これ別にあざとかわいくはないよね。あざとくはないわよっていう。さあさあ、もう一回やったらとりあえず4月終わりですね。なんだろう。ピンクのジャケットを使ったカジュアル。ピンクのジャケット？カジュアル、カジュアルってのまた難しいわよね。ピンクのジャケット、なんかこういうの数年前に流行ったイメージ。なんかそんな可愛くはないわね。あ、これがいい。これにしよう。ちょっと髪の毛が死んでしまっているわ。吸収されてる。もうダメよ。髪の毛終了のお知らせ。そうな。ピンク着てるわけじゃん。ってなるとあんまね、なんか色すごい激しいのは入れない方がいいと思うんだよね。私はここじゃない。ここでこそあんた誰を入れるべきだと思う。でもあえてさ、その柄物を入れるっていうのもありよね。あ、ありだね。あ、難しい。どうしよう。あえて柄物ありだな。でも今回はでも、お前誰やねんで行こう。長いのがいいよね。この T シャツをさ、インしてくれるのがいいね。そのおかげでなんか、なんとでもなる。え、かわいい、これデニムロングスカート。普通にかわいくない？でもなんかせっかくさ、このがっつりジャケットにしたから、上を。惜しいよね。なんかもうちょっとさ、キャリアウーマンが着てますみたいな服があったらよかったのに、ないのよね。これだと短すぎんだよな。このタイプの長いやつ欲しいな。これか。これだ。ダサいダサいダサい、どうしよう。ダセー。ピンクのジャケットを変えよう。話はそこからよね、きっと。あー、ダセーな。スカートがダサいわ。これでどう？いや、なんか、まあ、妥協しよう。
これ可愛くない？可愛いよね。これも足さ、足をさ、ちょっと消そうよ。消そうって言うと意味がわかんないけど。あ、かわいい。うん。言い聞かせてる感すごいけど。かわいいかわいい。え、チョーカーはね、私こういうのがいいと思う。かわいい。ヒアリング。え、何？何がダメだったの？これと。あ、チョーカーがダメだったってこと？なるほど。腕別につけても見えないでしょって話だよね。バッグは必要。ね、かわいい。ショッパーとは思えないね。じゃあ、ショッパーととか。かわいい。なんか、やっぱあれだね。なんかその、言うてもさ、このゲームまだ全然新しいゲームだから、アイテムがさ、今っぽいというかさ、昔、変に昔な感じじゃなくていいなと思う。本当？大丈夫？なんか、ダメな時はダメって言ってって伝えたい。ただなんかデフォで黒使っちゃうのは本当にね、反省したいなと思う。なんだかんだでもさ、黒が一番無難。あ、これいい。なんかすごいセーラームーンみたい。変身しますみたいな。今にも月に変わってお仕置きをって言い出しそうだもんね。春色ファッションって言ってさ、その背景はなくない？わかんない。文字をどこに置くのがいいのかわかんない。これオーラつけよう。セーラームーンっぽいもん。これで。で、背景が悪いのよ。何これ。もっと春色ファッションっぽいのないの？え、フォトって何？あ、なるほど。え、いいじゃん。なんかかわいい。え、これにしよう。なんか、これ入れよう。やっぱセーラームーンっぽいから必須じゃない？でかいな。で、やっぱコスモを感じないとね。変わってきてるよね。あとなんだ、コスモを感じるものでしょう。いいでしょうよ。コスも感じるでしょ、これ。私じゃこんなにうまくコーデできない。大して私うまくできてないわよ、はるちゃん。ちょっと。何？5月を表現してたの、これ。あ、そういうのあるんだ。ちょうどよかった。実は伝え忘れたことがあってね。これからモデルとして仕事をしていくんだけど、1ヶ月経ってからそれ言うのって思いますよね。モデルとしてどんどん上上がれるように目標を決めちゃうわよ。目標はマップ画面かマイデムで確認できるからこまめに確認してね。目標達成できたらいろんなご褒美がもらえるから頑張ってね。どんな目標があるのか知りたい？ニコラでは定期的に海外ロケがある。へぇ、2月にある台湾ロケに。だいぶ未来じゃない？ 2 月って36位以内。
ランキングあんの？あら、何？いおり。瞳の色がすごい独特ね、いおり。彼は今度うちの事務所に入るいおりくんよ。どうも。あ、ちょっとなんかあれなんだ、コミコミショーっぽいんだね。彼はタレントとして活動する予定なの。お互いこれからもよろしくってこと。やめてよ、マネージャーを出ていくの。あ、困ってんじゃん、ほら。何話せばいいか分からなくて。え、今んところ私、いおりが一番いい。二人出てきてるじゃん、メンズ。いおりの方がタイプかな。これ、笑った顔がいい感じ。あ、さん付けとかいいわね。でそのさ、目標見ようよ。目標46位になろう。え、待って、ランキングってどこで見れるの？自分の絵かな。ランキング、あ、7月18日前、カニ座、ケテヘタ B 型、じゃあ同じ年なんかいいね。なんかスバルはなんかザ王子様タイプっぽいじゃん。それがちょっとね、私なかなか合わないかもしれない。もう一人早く見たいな。あ、て待って、メイクあるやん。え、できないの？まだそうだよね、だって何も押せないもんね。何は何できないやないか。ちょっとメイクできるようにしてほしい。出版社、ちょっと部屋の記事お願いする。うわー、部屋の記事は指定したヘアメイクをしてもらうよ。ついに来たわね。ロングヘア、あ、ラッキー。ロングヘアならもう今のままでいいじゃん。え、服それなの？ダサくなかったね。ちょっとびっくりしちゃったんだけど。カラーだけ変える？せっかくだしね。金髪にもしちゃうわよって。メイクしたい、メイク金髪でも意外と可愛いな。だいぶアップね。なんかダサいな、タイトル。タイトルが壊滅的にダサいんだが。で、斜め出せとけばいいでしょ。これいいじゃん。今のあれに合ってるよね。髪色にね。キラキラ。あ、いいじゃん。ギャルっぽい。いい、いい。ギャルっぽいよ。なんか別にいらないかな。え、なんかイメージよ。ほんとギャルのイメージだけど、こういうのついてない？雑誌に。完全にこうイメージ。偏見だよね。良くないなと。マ
ジで動くの遅いね。そのラブいらねえだろ。はい、あら、アジサイさんすごい親子でファンしてます。やばくない？なんか何がとは言わないけどやばくない？カウターの初めて、うん、ね、な、人気ナンバーワンニコモなの？アリサ、竹内アリサって言うんだ。ちょっとメイク濃すぎない？若いんだからまださ、もうちょっと勝負した方がいいわよ、自分の持ってるフェイスで。あんま教わることはないと思う。あとお時間あるかしら。いろんな服があるでしょ。気に入ったのはあったかしら。これニコモ仲間でも評判のファッションビデオなの。ファッションセンスを磨くためにも時々来るといいと思うわ。モデルは常にファンの皆さんに見られる存在。お仕事でもらったギャランティーで素敵な仕事を増やしてね。買った方がいいじゃん。じゃあワーゲンフロア行こう。ワーゲンに私、すごい、これすごく、なんか実写みたい。すごい進化してるわね。待って、これ好み、これ買う。しかもめっちゃ安くなってんじゃん。私好みの服はもうバンバン買っていこう。なんかちょっと、あの、なんていうの、質感っていうか生地感が好きじゃない。水着って買っといた方がいいの？水着じゃなかったわこれ。いや、スペシャルって書いてあるから敵水着かと思ったわ。これ可愛くない？これ欲しい。買う。ファッションフロア行っとこうよ。アウターはさっき買ったからスカートだね。私好みのスカートは言うほどないわね。これかわいい、これ買う、これカゴに入れる。あ、これもかわいくない？これもカゴに入れちゃう。お金大丈夫そう？ね、なんか調子乗るとさ、私めっちゃ買っちゃうから。あ、すごい、なんか「あんた誰やねん」がめっちゃある。555ダサ。壊滅的に今のダサかったと思う。何555って。あ、かわいい、買いだね。とりあえずあとはね、普通に可愛いネックレスないのかな。まさげか。そうね、もっとでかいのがいいんだけど、私イヤリングないね。じゃあ普通にこれ買っとく。で、靴下、ハイソックス。私ニーソがいいんだよね。ニーソ履かせがち、キャラクターに。で、靴で、なんかもうちょっと、あー来た、もうほんと好きなのよ私、采配ブーツ。めっちゃ好き。なんかこれ履いとけばね、とりあえずね、可愛く見えんのよ。ほんとね、もう、あれで嘘じゃないから、ほんと。ガチであれさえつけとけば、マジで可愛く見える、キャラクター。
このゲームにおいてよ。現実世界は違うよ。何これ、食べてんのぬいぐるみ。びっくりした持ち方だよね、ちょっと。なんでそんな持ち方してんのって。振り袖浴衣、へえ、制服とかで、ね、かわいい。さすがに買わないけど5万円もするもんね。じゃあもう足りる？あ、足りるね、よかった。はい、はい、じゃあ帰ろう。帰って自分の服着せたい。メイクはさ、まだできるのにはなんないのかな。これめっちゃ可愛い。で、スカートを、いや、あとね、この子ちょっとあれだよね、身長もちょっと欲しいなと思う。え、かわいい私好みすぎるやろっていう。完璧え、かわいい。首はまあなくてもよかったかなと思うけど、これ全然かわいい。じゃあどうしようかな。とりあえずじゃあ今回はこの辺で終わりましょうかね。まだ5月全然進んでないけどね。いや楽しいわ。どんどんやっちゃうこれは。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。